はい、次に何のこと言ってなく、チャカネクさんだ。本日はですね、多分この挨拶久しぶりかもしれん。最近ね、通知ばっかりしてたんでね。まあそっちのも見てほしいんですけど、今日はどうしてもこの形でやりたかった動画があるんですよ。というのも、私ですね、先々月ぐらいからすっごい気合い入れてるゲームがあるんですよ。これが、仮面ライダーバトル、ガンバレジェンズ、これなんですよ。X とか、インスタとか見てくださってる方が一番わかると思うんですけど、僕めちゃくちゃ気合入ってません？そうなんですよ。LR とか、めっちゃ揃えてるんですわ。まあ、そこら辺のね、詳しいレシピとかは、X 見ていただければすぐわかりますんで、はい、ぜひ、見に行ってください。で、今日、やりたい企画、なんですけども、こちら！はい、シンクロデッキブースターですよ。これすごい待ってた。で、一番の目当てがリミテッドレジェンドレアって呼ばれるね、今さっき見せたやつの中にもあったんですけど、それの仮面ライダーアマゾンオメガ、これ狙っていこうと思います。ワンボックスで1枚レジェンドレアがあるんですけど、結構積まないと出ないレベルでヤバいカードらしいんですよ。いや、これは当てたい、マジで。せっかくだから1パックずつ開けよう。じゃあ、いきます。じゃん。おー、まあ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 。いきますよ。ゲイツ、バイス、で、ゼクロス。あ、ガブ。ガブだ、ガブだ。じゃん。あ、2号。なるほど。レアはないですね。2パック目いきます。じゃん。リエンド。リヴァイ、で、ガブ。お、少年仮面ライダー隊じゃん。ドン。ディケード。今のところ強そうなないですね。出ない確率あるんじゃねとか思ってます。3パックもいきます。お、セイバー。セイバーめっちゃ好きなんですよ。セイバー、ゲイツ、ガーブ、無人ソードバックル、レインボーガチャ。あー、自分が先行の時2度まで相手チームに400ダメージなんで、これ結構使えますよ。いやー、ちょっと待って、3パックでこれか。じゃん。リエンド、リヴァイ、ガーブ。おー、うタックルや、めっちゃ可愛い。来る。これはアルファだ。アルファ来たってことはオメガあるんじゃね。プラス5パック目かな。よし、そうだね、5だね。そろそろ来てほしい。いきます。じゃん。で、セイバー、ガーブ。あー、6パック目。いや、怖いな。ゲイツ、バイス、ゼクロス、あー、ガーブ。あー、でもアマゾン関連多いな。ジャングレイダー僕結構好きなんですよね。効果が弱いなぁ。7パック目いきましょう。アマゾン来い、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 アマゾン、アマゾン、アマゾン。待って、あれじゃない今の。いきますよ、いきますよ、待って、いきますよ。あし、じゃん。あー、お前かい、お前かい。お前かい。でも使える、タイクーンは使える。うん、俺が欲しいやつではなかったが、僕タイクーン以外が欲しいなって思ってたんですよ、マジな話。いやー、これはアマゾンかガブか、最悪ストロンガーでも嬉しいなと思ってたんです。タイクーンはないだろうって。タイクーンでした。いやー、これ出ちゃったんでね、もう来ないよね、さすがに。残り3パックなんですけども、もう一気に見ていきましょう。か、失敗でね、 LR が2枚箱みたいなないかな。いきますね。まあ、バイスでしょ。で、ゼクロス、ガーブ、ガーブ、ギーツ、ガッチャード、レジェンド、ガーブ、ジャングル、ガッチャード、レジェンド、セイバー、ガーブ、クーガー、皆さん、ちょっとタイクーンの使えそうなレシピあったら教えてください。頑張って活かします。ちなみに、僕が今持ってるカードは、リンクにある、インスタグラムからチェックできますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、今回当たったレアは、タイクーンでした。実は、もうワンボックス買ってるんで、リベンジします。